それではまず最初に14番杉山真人議員。はい。おはようございます。14番杉山真人です。通告に従い一般質問をさせていただきます。はじめに脱過疎化への取り組みについて市長に伺います。一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所が先月公表した全国持続可能性市町村マップによると、過疎地域に指定された自治体797市町村のうち 11.7% にあたる93市町村が2010年からの5年間で転入者が転出者を上回る社会増を達成したとのことです。このほとんどは日本創生会議の報告書で消滅する可能性が高いと指摘された地域や離島山間部ですが、居住支援や広報活動、自然体験など豊かな自然や住民との交流に魅力を感じ、都市部から現役世代の移住が増加したそうです。同研究所では、人口を安定化させる条件として、子ども人口の維持や高齢化率の低下を挙げており、子どもを産み育てる現役世代の定住が鍵を握るとしています。当市の場合、出生率の低迷が続いており、厳しい現況ですが、各地の成功例を学び、各地域の実情に応じて対応策を展開していくことが求められます。市内各地域のきめ細かい現状分析や持続可能な地域社会に向け、人材、組織、制度など分野を横断した包括的な検討はどのようになされているでしょうか。次にバリアフリー基本構想の策定について伺います。駅周辺をはじめ、高齢者や障害者らが利用する公共施設などの集積地域を、市が重点整備地区に指定し、歩道の段差解消や建物内のエレベーター設置、公園や信号機の整備など、バリアフリー化を一体的に進めていく基本構想を作成すると、国からの補助金が受けられるそうです。当市では、高齢化の進展や2020東京オリンピック・パラリンピックを迎える中で、移動しやすい環境の実現が求められています。また、バリアフリー新法では、地域住民や NPO などが基本構想について、市区町村に提案できる制度があり、自治体のマンパワー不足を補い、住民自らが参画してバリアフリーのまちづくりを進めることができると思いますが、いかがでしょうか。次に、ヘルプカードの普及促進について伺います。ヘルプカードとは、障害のある、手助けを必要とする方と、手助けをする方をつなぐための意思表示カードです。とりわけ、視覚障害や知的障害、内部障害、また義足や人工関節、難病の方など、目には見えない障害のある方が、手助けを求めるときに役立つものです。ヘルプカードは、日常生活ではもちろん、緊急時や災害時の対応にも効力を発揮し、本人にとってはもちろん、家族、支援者にとっての安心や障害に対する理解の促進につながります。今後、ヘルプカードの普及促進にどのように取り組んでいくか伺います。次に、インターネットリテラシー、情報マナー教育への取り組みについて、教育長に伺います。インターネットリテラシーとは、情報ネットワークを正しく利用することのできる能力のことです。インターネットの普及は子どもたちの生活や心身の問題に大きな影響を及ぼしています。特にパソコン並みの性能を備えたスマートフォンは、長時間利用による健康や学習への悪影響のほか、いじめやインターネット上の犯罪の温床になるなど、多くの問題が浮上しており、ネットの適切な活用方法、情報マナー向上の取り組みが求められています。インターネット依存症対策も含め、当市の学校における取り組みはいかがでしょうか。
最後に小学校のプログラミング教育必修化に向けた取り組みについて伺います。ここで通告書ではプログラミングと記載しましたが、プログラミングの間違いですのでよろしくお願いします。学習指導要領が改定され、2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化されます。小学校のプログラミング教育は IT 人材の育成が直接の目的ではなく、あくまでも子どもたちが与えられたものや世の中にある便利なものをただ受け身的に使うだけでなく、体験を通して自分もコンピューターを使って何かを作ることができるという、作り手になれるという気づきを与えること、そしてプログラミングを通した課題解決の学習でプログラミング的思考、つまり理論的に考えていく力を身につけることが目的とされています。小学校にプログラミング教育をどのように導入するかの具体的な紙は各学校が判断することになるそうですが、当市においてはどのように進めていく計画でしょうか。以上、よろしくお願いします。ただいまの杉山真人議員の質問に対し答弁を求めます。市長。はい、議長。はい、皆さんおはようございます。お答え申し上げます。まず議員の質問の中にもございましたが、社会像を達成した市町ございます。で、実は私も直接ある町長さんから伺ったのは、小笠原諸島の父島が増えているんだそうで、飛行機もなくて、船で20時間以上かかるんですが、やはりその IT 関係のですね、若い社員さんが移住をしつつあるそうです。ただ伊豆市の場合にはその小規模なここしか選択肢のない離島等とは異なって、すぐお近くに順天堂のあるし、新幹線の駅のある市が存在し、そこに現役世代が取られているという非常に厳しい状況でございます。現在市が進めている過疎化人口減少対策の一施策として、魅力ある持続可能な地域社会に向けた伊豆市町人仕事創生総合戦略の村のにぎわい創出プロジェクトに掲げております。地域づくり協議会事業などの取り組みをもって、本事業を進めているところでございます。人口減少が進む中、そこで暮らしていきたいと思える地域づくり、これは、子育て世代だけではなく、この町を作り上げていただいたシニアの方々から現役世代、それから若い方々まで、そういった幅広い、市民の皆さんを対象にした総合的な地域の現状認識や分析によって、この伊豆市の特色を生かした魅力ある地域づくりが必要であるものと考えております。なお、まだ、正確に状況分析ができていないのですが、26年、27年、28年と伊豆市の社会的流出が減っております。26年が290人くらいで、28年は100人を切っているのですが、これが何か構造的な背景があるのか、何か施策が成功しているのか、あるいは偶然なのか、そこの分析はまだでございまして、この3年間の傾向をですね、なんとかプラマイゼロに持っていくまでこの努力を進めてまいりたいと考えております。はい、再質問はありますか。はい、杉山議員。確かに伊豆市広い地域で施策も一通りではないと思いますけれども、持続可能な地域社会総合研究所が公表した全国持続可能性市町村リストエンドマップですが、全国の全市町村、最新の2015年と2010年の国勢調査データをもとに、人口動態の変化率に基づき将来人口を予測する広報と変化率法というものをベースに独自プログラムを開発したそうです。広報とというのは一言で言うと同時出生集団ということだそうです。これは人口安定化に必要な定住増加人数等を年代別に算出することが可能で、出生率上昇、流出率抑制との組み合わせも可能ということです。この分析結果を見ますと、やっぱり伊豆市は将来的に厳しい状況になっていますので、それを踏まえて質問しているわけですけれども、
そしてこの分析結果を公表した理由として、全国的に最新人口動態を共有し、電源回帰など、今後望まれる地方創生政策を具体的にデータに基づき検討するため、そして、遠辺性の高い離島山間地域等での社会像等も注目され、市町村がお互いに成果と手法を学び進めるため、さらに3つ目として、自治体で人口安定化に必要な定住増加等の目標を明らかにし、今後の分野ごと、地区ごとの具体的取り組みを展開するためとしておりますが、ここで田園回帰という言葉が使われておりますけれども、近年、都市住民の田舎暮らし願望が増えており、7月に会派で視察した東京交通会館にあるふるさと回帰支援センターでも、若者、特に20代でその傾向が強いというお話も伺いました。この傾向というものをどのように捉えておいででしょうか。答弁願います。はい、市長。はい、今、議員のご質問の中で、コンフォートという単語を用いられたと思うんですが、これが非常にこう分析に有意義な分析の仕方で、その毎年何人出た、何人入ったではなくて、同級生集団ですね。同級生集団がその一生の間にどこで出ていった、どこで入ってきたかというのがコンフォートなんですけれども、伊豆市の場合には18歳から22歳の間にどんと外に出ていく。で、ゼロまでは戻りきらないですね。その後で戻って、そして30歳から34、5歳でもう一回出ていく。つまり進学、就職、そして結婚で出ていくのではないかとこう推測されていて、そこに我々は対策としての事業をこう組むようにしているわけでございます。議員ご指摘のゴーフォードというのは、もう一度最新の情報を整理をして、議会にも報告申し上げたいと思いますが、そういった前提に立って、この進学、就職で一旦出られた方が、やはり数年間都会暮らしをして、その戻るという、戻りたいというデータは出ているんですね。そこでなぜじゃあ帰ってこれないのかということが、一つはやはりその仕事がないということ、それからもう一つは子育て環境が、都会がいいわけではないんですけれども、田舎での子育て環境に不安があるというようなことのようです。そこで今、伊豆市だけではなく、全国で一つの方向が出ているのが、それではその収入の高い、給料の高い職場という要素だけではなく、生活全体のコストでどうなんだろうかと。東京で800万もらっている方、年収がですね、伊豆市では年収800万ってかなり難しいですけれども、じゃあ、伊豆市で年収500万、600万の方は、東京の800万と比べてどちらが生活しやすいだろうかというようなことを今、指標にしているわけですね。給料の水準だけだと負けてしまうんですが、全体の生活コスト、生活のしやすさ、子どもにとっての環境等々の全体的な住みやすさで、なんとか競争に加わっていきたいと、このように考えております。私が承知している範囲では、回帰の希望はあるけれども、戻ってこれない理由の一つには、やはり、良い就職先が課題の一番目であるように感じております。はい、再質問ありますか。はい、杉山誠議員。確かに帰ってきたいというか、田舎暮らしをしたいけれども、いざ田舎暮らしをするということになると、やっぱり所得の面で心配ということが大きい要因だということは伺っております。これは実際のこう統計データですけれども、農林水産省の平成26年度食料農業農業白書には、都市に住む住民、若者を中心に農村への関心を高めた新たな生活スタイルを求めて、都市と農村を人々が行き交う田園回帰の動きや、定年退職を契機とした農村への定住志向が見られるようになっていますという記述や、国土交通省の国土形成計画平成27年8月の中では、これまでともすれば都市の生活が優れているとの価値観が大勢を占め、地方住民の都会志向が見られたが、最近では都市住民の間で地方での生活を望む田園回帰の意識が高まっており、特に若者において田園回帰を希望するその割合が高いということ、そしてまた地方暮らしのための相談件数も増加傾向にあるという一問も見られます。で、そこで、こういう希望は多いのは確かなんですけれども、この受け入れ側というか、現実にそこで暮らしを成り立たせるための条件が整わないということが、実際の移住に踏み切ることができない要因だということなんですけれども、
伊豆市でも今、企業誘致、統一区に IT この総合戦略で、IT 企業誘致ということを進められているという話ですけれども、ふるさと回帰支援センターで伺ったお話では、特に若者が都会での その仕事の内容について、こう疲労して、こう所得はそれほど多くなくても、心豊かな生活がしたいというそういう願望が増えているそうなんですけれども、やはりその田園回帰という中には、農業で生活していこうということよりもその、近代的なこうビルの中で仕事をするよりも豊かな自然何度も言いますけれどもの中で、それらの自分に合った仕事をしていきたいそういう傾向が増えているそうなんです。でそこでどのようにこのその受け入れ側なんですけれども、確かにここでも IT 関連の仕事でしたら、交通網のリスクをこう、やらげることができますけれども、実際にこう農業で伊豆市で生活しようということになると農業だけでは現に伊豆市に暮らしている方たちも農業だけでは食べていけなくて兼業という形態をとっており、ごく、わさびとかそういったごく限られた職種で農業だけで専業でやっていけるのが伊豆市の現状なんですけれども、それらをこう農業を、集団化するとか あるいは農地をこう集約化して経営的に農業を行いそこに就職するとかいろいろ方法が考えられると思うんですけれども、またいっぺんにこう定住というのではなく日域居住ということで、便利なところで暮らしながら仕事を持ちながらある一定期間、地方暮らしをしたいという願望も増えているそうですけれども、そんなことも含めて伊豆市としても取り組む手立てがあるのではないかと思うんですけれども、その辺のところいかがでしょうか。はい、答弁願います。はい、秘書。はい、秘書。先ほど首都圏都市部よりもこちらの方が給与水準が低いということを申し上げたんですが、これはいわゆる、会社従業員サラリーマンベースで見るとそういうことが見えて取れるんですが、今ご指摘のありました IT 関係になりますと話が違いまして、これも お問いに来られた社長さんに直接話を、まあ、こんなところでこんな遠くでいいんでしょうかという話をしたときにですね、いやここの方が生産性が上がるとおっしゃってたんですね。その都会のビルの中で夜中中朝までやっている、その中で5日間やる仕事が問いの海を見ながらだと3日で終わる、まあ、これはシンボリックにおっしゃったと思うんですが、そうすると仕事の量は同じなのだから3日でこちらで仕上げてあと2日海で遊んでもらった方が会社としては生産性は上がるとこうおっしゃってるんですね。で私はなるほどと思って、それ以降産業部長には実はもういきなり本社を来てもらうという交渉を全部諦めとは言わないけれども、本社が来なければ支援しませんではなくて、まずは東京に会社を置いたまま週に2日3日こちらに来ていただいて、そして生産性を上げて気に入った方はこちらに住んでいただく、こういったことが多分当たる確率としては高いんだろうなとこう考えているわけです。でその話を申し上げましたところ、8月にある東京での勉強会に呼んでいただいた席で、じゃあ加納幼稚園を早速使ってみようかという話もございまして、すぐに全部事業計画をまとめてすぐに引っ越してくださいではなくて、まずちょっとこちらでも仕事をしていただけませんかというのは有力な一案だとこう考えております。具体的に今事業化に向けて準備もしております。それからこれもまた昨日当事者の方から地域おこし協力隊かで来ていただいた方が直接おっしゃってたんですが、わさびしいたけだけでは食べていけない、そこで、いろいろ今勉強中で、わさびをいつ何日間くらい、しいたけをいつ何日間くらい、鹿の皮とか角の細工をいつ何日間ぐらいやると生活できるのかを今実は見ています。それでいろんな椎茸の生産者、わさびの生産者に教えていただきながら伊豆市で食べていける組み合わせを今検討しているという話を直接伺い、なるほどそういったことは十分にですね伊豆市では検討に値するんだなということで、
これは昨日伺った話ですので、このような若い方向けの仕事のあり方について産業部の方でより具体的に検討させていただきたいと思います。はい、再質問ありますか。はい、杉山議員。消滅可能性都市と言われた中で、その実質的な社会像を成し遂げているところというのは、やはり本当に小規模な自治体ということで、住民の合意形成がしやすい、そして積極的な政策がこう浸透しやすいということはあると思うんですけれども、やはり何よりも過疎化が進んで、危機意識が住民の間で共有できたということが大きいと思います。伊豆市の場合、確かに地域地域でその過疎化が進んで、住民の間でこう危機意識というよりも、私が感じるところはやっぱり衰退感というか、そういうものが強いように感じます。そこでやはりこれから私たちの地域は私たちで何とかするんだとい こう意識の醸成が必要だと思うんですけれども、このそれぞれの旧4町地域地域で環境やその先ほど言いました住民意識も違う中で、一昨日全協で説明を受けた伊豆市町人仕事総合戦略の進捗状況ですけれども、平成28年度でそれぞれ成果目標でそれなりの実績を上げていたということです。で、今後それらのこう実績を安定的に継続して、人口減少に歯止めをかけるには、それぞれの地域ごとのさらにきめ細かいそれぞれの地域に合った対策、今市長がおっしゃられたのは市全体のことだと思うんですけれども、地域に合った対策が必要と思うんですけれども、その辺のところのお考えはいかがでしょうか。はい、答弁願います。はい、総合政策部長。それでは私の方からお伺いさせていただきます。今議員の申し上げられました通り、伊豆市は、旧4町が合併したところでございまして、それぞれ の地域の特性がございます。で、今日におきまして人口減少という問題は、地域全体でございますが、やはりそれに対する対応ということになりますと、それぞれの地域ごとに、それぞれの特色を生かしていかなければならないと考えております。現在、市の方で取り組みを進めております、地域づくり協議会、こちらにつきましては先ほど、市長の方からも申し上げましたが、人口減少対策といったことも踏まえた中でやっておきますので、その中でやはり地域がどうしていくべきかというところも、検討された上でですね、取り組みを進めていければと考えております。以上です。はい、再質問ありますか。はい、杉山議員。またこれ引用なんですけれども、農学者で明治大学教授の小田切徳美教師なんですけれども、田園回帰と地域づくりの好循環が重要であるということで、若者移住が活発な地域では必ず住民自身による地域づくりの実績があると。また移住者にとって地域の魅力は景観や食事、文化の奥深さなどさまざまあるが、そこに住む人との付き合いやネットワークが一番大きい。移住者が最終的に定住を決める要因となると述べられております。住民が若者の減少などの地域課題を捉えて解決のために主体的に動き出すには、やっぱりしっかりとした現状把握、そして地域づくりの意欲、これをいかに醸成できるかということであると思います。地域づくり協議会、大変良い制度であると思っておりますけれども、やっぱりそれをさらにこう進めていくには、もう少しサポートが必要ではないかなと思っています。現実、私の地元でも今それ、協議会の設立に向けて準備会をいくとか開催しておりますけれども、やはり地域課題の掌握であるとか今後の取り組みについて、なかなかこう情報というか、そういい案が浮かんでこないという現実がありますので、やはり市として、この小田切教授が言われておりますけれども、住民が地域のビジョンを話し合い、じっくりと取り組むこと、しかも市町村単位でなく小中学校など地区単位で作業を進め、それを市町村がサポートしていくことが望ましいとしておりますけれども、行政としてさらなる地域に対する情報提供、今の人口の傾向であるとか、そういったものの、あるいは
なんていうかな、希望、将来性のある産業であるとか、そういったものの情報を住民に提供して、やる気を出していくような、そしてまた地域振興策ですね、今、伊豆市が進めております、コンパクトタウン&ネットワーク構想ですけれども、なかなかそのネットワークの方がよく見えないという声も多く聞きます。そういった意味で、その地域振興策、市としての地域振興策のサポートも含めて、どのような構想があるか伺います。はい、答弁願います。はい、総合政策部長。ただいまの、ご意見のとおり、地域づくり協議会、こちらにつきましては地域の皆様、基本的にはやはり住民が主体となって考えていくという中で、やはりそれをサポートする体制をもう少し、なんとかならないかというような、ご質問についてですが、現在もこれら の地域づくり協議会については、市の職員の、サポート体制というのがありますので、その中でもう少しよりその地域に合った具体的なですね、情報提供というのをですね、するような形でですね、まず地域の皆さんに例えば課題のポイントですとか地域の問題とかそういったものがこうある程度理解できるような取り組みをさせていただければたいと思います。からもう一つネットワークの話がございました。このコンパクトネットワーク、ネットワークというのは単純に言いますと、地域ごとを結びつける、基本的には交通体系のようなものを想定しております。それらにつきましては当然各地域というのがですね、それぞれ個別離れたところにございます。そういった特徴のある伊豆市でございますので、これにつきましてはまた公共交通の面での対応といったものがございます。少し言葉だけでは分かりにくいところがあろうかと思いますので、その辺をもう少し丁寧に分かりやすいような形で情報提供を進めてまいりたいと思います。以上です。はい、再質問ありますか。はい、杉山議員。ネットワーク、今地域公共交通のあり方について検討を進めているという説明も受けておりますけれども、やっぱり過疎地域の大きな課題というのは、その買い物や医療など日常生活に必要な、移動手段ということが大きな要因になると思いますけれ、なると思いますけれども、国土交通省が進めている2013年度から集落地域における小さな拠点形成ということなんですけれども、この小さな拠点、伊豆市のコンパクトタウン&ネットワーク構想では周辺集落部においても地域の生活拠点機能やコミュニティ機能などを併せ持った集落中心拠点を整備し、地域の賑わいを創生します。また中心市街地と各周辺集落部を公共交通、道路、情報、生活サービスなど多様なネットワークで結び、安心して住み続けられる町の骨格を形成していきますとしていますけれども、その集落中心拠点整備ということについては、具体的にどのように計画されているでしょうか。コンパクトシティ論の中には、これ一般的なコンパクトシティ論ですけれども、周辺部の中山間地域を切り捨てる理屈ということで誤用されていることもあるそうです。あくまでも、その人を中心部に集めるというのはかなり難しいし、抵抗も大きいことですので、その集落中心拠点、そして国交省の考える小さな拠点、これらの違いというか共通点というか、そんなものがどのようなものがあるか少し、教えていただきたいのと、あと先ほども、政策部長から答弁されましたけれども、住民の足の確保なんですけれども、静岡市では中山間地振興に重点を置いた補正予算をこの度組んで、新方式のバス運行を予定しているということで、朝晩は定期バス、日中はデマンドというような、NPO 法人かな、委託して、バスを10人乗り程度の小さなものにして、そういうような静岡市に今度は予定しているそうです、来年度からだそうですけれども、準備をするそうですけれども、そういったもう少し具体的な、こう煮詰めていく、
スピードを早めていく必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、答弁願います。はい、総合政策部長。それでは先ほどの小さな拠点等のお話がございました。集落中心拠点整備、こういった言葉は、集落という言葉が使われておりますように、一般的なそのコンパクトシティというのはですね、ある程度成熟した都市がどんどん今縮大化していく中で、機能を中心部にこうできるだけ集約することによって、市民の生活の利便性を高めようというのは目的でございます。小さな拠点というのはやはりそれは全てがですね、の地域に当てはめるというわけではございませんで、やはりそういう地方都市、地方都市でもさらにその小さな都市においては同じような先ほど申し上げましたような形でいくわけにはまいりませんので、その中でやはり必要なものについてある程度一定のものはそこで、主役といいますか拠点の中に置くということで、できる限り今 の, その現状の都市の都市といいますか地域の形態をですね、維持するというようなことが目的ではないかと思っております。もう一つ、公共交通、住民の足の確保、特にすると過疎地域といいますかそういったところにおけるものとして今、事例として、静岡の例を挙げていただきました。現在伊豆市において進めておりますそういったバス交通の関係、それはまず該当するんですが、ただ今申し上げましたそのデマンド交通等、これも確かにさまざまなところでやっておりますので、そういったものについては現在そのやっているところで検討をしているところでございます。ただこれもやはりデマンドということである程度それだけの需要が必要であったり、やはりすべてが多少公共性という名のもとでですね、経費の問題もございますので、そういったさまざまな観点からですね、検討していかなければならないと思っております。以上です。はい。はい、再質問ありますか。はい。今ある過疎地域の対策をいろいろ取り組んでいかなければならないと思いますけれども、最初に戻りまして移住促進なんですけれども、田園回帰志向の中には本当の、田舎の田舎、支所もない、交通もそれほど便利でないところで子育てをしたいというニーズがあることも確かだそうです。で一方でやはり、多くのこれ国土交通省の統計なんですけれども、アンケート結果なんですけれども、やはり移住するにあたってはある程度やっぱり生活の便利さ、これは求める方が多くいると思いますので、やはり過疎地域の利便性がこれ以上損なわれないような対策はまずしっかりと取り組んでいく必要があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。で、あとは住民との合意形成、しっかりと地域の状況を把握して、地域住民のやる気を起こしていただけるような、そういった取り組みをさらに市としてもサポートしていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。では次にお願いします。はい、それでは2件目にお願いします。答弁願います。市長、2点目のバリアフリーについて、お答え申し上げます。議員ご指摘の通り、バリアフリー法で、定められた自治体の計画のみならず、住民などが基本構想を提案することも可能な制度となりました。伊豆市の状況を見ますと、修善寺駅周辺がまずはバリアフリー法による重点整備地区として想定されるものと考えております。平成27年度末までに、駅前広場や周辺の新駅舎が完成し、利便性は大きく向上して利用しやすくなりました。合わせていろんなイベントも着実に行っていただいているところでございます。また昨年度から駅周辺道路の歩行者空間調査として、歩きやすさや段差等の調査など、このような調査を進めるなど、周辺のバリアフリーを推進する取り組みを継続しているところでございます。これをさらに強化するためにも、利用する方々からの視点によるチェック、このようなことも進めていきたいとともに、住民の参画自体がですね、人材を活用させていただく、そのようなメリットもあることを考え、バリアフリーの取り組みを進める上で、地域の皆さん、それから
実際にハンディキャップのある方々の声を幅広く集約してですね、なんとか東京2020までに、現在の状況をですね、可能な限り改善してまいりたいと考えております。はい、再質問ありますか。はい、杉山議員。取り組んでいることはよく分かりますけれども、私の質問では基本構想の策定ということなんですけれども、なかなかこれ基本構想を策定するには、時間とお金がかかるということも伺っております。そこでやはりこの基本構想を策定することによって、基本構想の策定に対しても、バリアフリー環境整備促進事業ということで、これ社会資本整備総合交付金で、策定に対しても助成が受けられるということ、また国土交通省でもそのノウハウを必要としている市町村に各地方分局分部局の職員や専門家からなるバリアフリープロモーターを派遣する制度もあるということで、いろんな制度を用意して基本構想を今国の方でも進めているんですけれども、この基本構想ができることによってその後の整備がスムーズにいくということが言われております。普通のバリアフリー化の整備助成に加えて基本構想を作成することによってバリアフリー環境整備促進事業ということで、基本構想に位置づけられた建築物の新築改修に伴う移動システム等の整備について助成が受けられますということと、バリアフリー化設備等整備事業基本構想に位置づけられた駅のバリアフリー化、駅のバリアフリー化はもうできているんですけれども、そういったいろいろな、有利な、助成が受けられるということだもんですから、基本構想を策定する準備というか、せめてそういった伊豆市全体見据えてこれからの、町づくりにそういった構想があると非常に有利ということを、聞いておりますので、そういった準備会のようなものを準備するおつもりはないでしょうか。はい、一目願います。総合政策部長。ただいまのご質問でございます。まさしくバリアフリー基本構想、今こちらの方で確認しますと、全国で300弱ほどのですね、自治体が、構想を策定しているというところでございます。この、バリアフリー基本構想 の, そもそも の, その、考え方というのは、一番最初にあったのはやはりそういった交通結節点、端的に言いますと駅というような形になるんですが、そこの周辺のですね、バリアフリー歩きやすさ、高齢者や、障害者の皆様が、使いやすいような形っていうのがそもそも出発点、それにその後そういう建物、そういったもののバリアフリーを含めて今総合的な、形の法律の体系になっております。で先ほど市長の方から話をさせていただいた、駅周辺というのはまさしくそういった点では伊豆市の位置がそういうものになるだろうなということと、今考えておりますこの基本構想というのは単純にそういう、駅周辺だけではなくてですね、周辺にそういった例えば高齢者の方とか障害者の方たちが集まりうるような施設がある中でですね、建てていくと、非常に効果が発揮されるというような状況でございます。現状で申し上げますと、まだちょっと基本構想を策定するまでには相当、いろんな課題があろうかと思います。ご提案の通りそういったことを研究してみるための事前の対応ということで、こちらについては非常に検討の余地がありますので、それについては今後進めていくことを考えてまいりたいと思いますが、ただ今申し上げたエリアの設定やそういったところにおいてですね、こういった構想を立てることのメリットがあるかどうかというところも含めてですね、全体で考えていかなければないと思っております。以上です。はい、再質問ありますか。はい、杉山議員。わかりました。
確かに構想を作成するには相当、かなりのお金もかかる、マンパワーも必要だということなんですけれども、そこで国交省でも、2020東京オリンピック・パラリンピックを見据えて、今年8月にそのユニバーサルデザイン2020中間取りまとめの施策の一環として平成20年に策定したバリアフリー基本構想作成に関するガイドブックを改定したということですけれども、これにより市町村による鉄道駅等を中心とした面的なバリアフリー化の取り組みが一層促進されるものと期待していますということですけれども、この作成ガイドブックというのを自分もネットで取り出してみたんですけれども、百何十ページにわたっていて一読するだけで大変なんですけれども、またこれからそれを検討するにあたっては、しっかりとしたそういう指針を参考にしながら進めていただきたいと思います。あと当面計画する構想を作成する計画はまだ具体化してないということを伺いましたけれども、実情、現状、当事者の方々、バリアフリー化を必要としている当事者の方々、そういった方々からいろんな意見、要望、これは現にあるかと思いますけれども、以前、私も中井津町の時代に社会福祉協議会で、そういった取り組みをしたと思うんですけれども、そういった住民からの、意見を受けるような取り組み、これ現実構想はないとしても整備をしていく上で参考になると思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、答弁願います。どの部署が答弁願いますか。はい、総合政策部長。はい、それではお答えさせていただきます。まだそういった逆に今ただいま議員の方からそういったご意見ございましたので、そういった取り組み、特にですね、当事者のご意見を、そういったものを反映するためにやはりそういった意見を取り入れるというところについてはですね、ちょっとこちら私の方でまた確認させて、むしろそういう今後の進める中では重要な要素だと思っておりますので、必要に応じてそういった対応をですね、取り組めるようにちょっと関係の部局で調整させていただきたいと思います。はい、再質問あります。はい、次ですね。じゃあそれでは3件目にお願いします。答弁願います。市長。はい、市長。ヘルプカードの普及促進についてでございますが、障害を持つお子さんを持つ親の会から東部地区の市町の状況について説明をいただき、これ直接会の方がおいでいただいたんですが、東部市長会において情報提供もさせていただきました。単独の市町ごとやることよりもやはりかなり広範な地域で広域連携でやった方が有効だと考えたものですから、そこで広域的な普及が有効であると考え、県と連携を図り積極的に進めてまいりたいと、このような観点から提案をさせていただいたところです。詳細についてそれから現状について健康福祉部長に答弁をさせます。はい、それでは健康福祉部長。はい、以上。はい、ヘルプカードは援助を必要とする方が携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の方にお願いするためのカードです。そのもとになりましたのが、東京都で作成しましたヘルプマークです。これは義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病または知的障害の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としているにもかかわらず、外見からは判断しにくい、わからない方々が周囲の方々に配慮を必要としていることを知らせることで、
援助を得やすくなるように作成されたものです。そしてこの7月に日本工業規格 JIS の図記号に加わりました。東京オリンピック・パラリンピックに向けて全国的な普及が期待されるところです。伊豆市におきましては6月に障害児を持つ親の会からヘルプマーク・ヘルプカードの説明を受け、伊豆の国市とヘルプカードの記載内容を統一するなどの調整を進める予定となっております。また伊豆市地域自立支援協議会においてもすでに協議を進めているところでございます。なお8月に本県においても導入にあたって市町と県の役割分担についての意向調査がございました。今後は県の動向を見据えながら普及促進に取り組んでいく所存でございます。はい、再質問ありますか。はい、住谷議員。はい、かなり、進んでいるということを伺いましたけれども、具体的な、ことなんですけれども、確認ですけれども、ヘルプマークとカード、これ一体的に普及していくおつもりでしょうか。はい、答弁願います。はい、健康福祉部長。具体的には推進していくという方向になりますけれども、県の方の動きを見ながらということになりますので、広域的なこの普及と啓発活動が必要だと考えておりますので、進めてまいります。はい、再質問ありますか。はい、杉山議員。県の、出方を待つというよりも、伊豆市として積極的な方針を打ち出していただきたいと思うもんですから、質問しているわけなんですけれども、私も東京都の作成したヘルプカード作成のためのガイドラインというものを、取り寄せて見てみました。これもかなり長いページになるんですけれども、その中でいくつかやはりこう参考になることがありました。でやっぱりヘルプカードと一体的に普及することによるメリットとして、この理解を促進するということで、日常的にヘルプマークをいろいろなところで掲示したり、ご本人にそのカバンにつけたりしていただくことによって、そのマークに対する認知度を深める、そしてそれをヘルプカードという支援を求めるそのことにつなげていくということで、やっぱり一体的に普及していく必要があると思います。で、答弁の中ではやっぱり統一した様式ということで確認いたしました。で、あとですね、東京都のこれで東京消防庁の見解なんですけれども、先ほどのカードとマークの関係だと思うんですけれども、本人の意識がない場合、カードの持っている有無の確認自体が難しくなるので、外見から容易に確認できるような、方法が効果的に使えるという声も、これ東京都の、ガイドラインに入っております。そういった意味でやはり多くの人に知っていただくことが必要だと思います。で、あとですね、これは甲府市なんですけれども、このチラシを作ってホームページでも公開してますけれども、ヘルプカードを作成しましたということと、ヘルプカードを持ちましょうという援助する側、援助される側に対するこうチラシも作っております。そういった取り組みとか、あと駐車場の障害者スペース、これは車椅子マークとかいろいろありますけれども、やはりこの、ハートマーク、ヘルプカード、内部障害とか外見上わからない人が駐車場を利用する場合に理解をしていただけるような、その取り組みもこれから必要であると思います。あと公共交通の優先席にこのマークを同時記載していただくというような、そういった取り組みも必要であると思いますけれども、いかがお考えでしょうか。はい、
答弁願います。健康福祉部長。はい、議員のおっしゃる通りで、まずはこのヘルプマーク、ヘルプカードというものをご存知でない方がかなりいらっしゃると思いますので、まずはそのどういうものかというところで、PR といいますか、必要があると思います。そしてその中では、やはり電車の中の広告であったりとか、公共の施設のところで、そういうチラシ、ポスター等を、まずは配布していくというところから始めていきたいと考えております。はい、はい、質問ありますか。以上。はい。できるだけ早くというのが当事者の方の要望だと思いますので、県にもそれを、促すような取り組みをお願いしたいと思います。じゃあ次お願いします。はい、それでは4件目、答弁願います。教育長。はい、おはようございます。それでは私の方から杉山誠議員の青少年のインターネットリテラシー情報マナーの取り組みについてお答えします。市内の小中学校におきましては、伊豆市情報支援員が各学校を巡回し、小学校高学年に向けてスマートフォンの疑似体験により、ゲーム中の不用意な操作が高額な請求の原因になることや、チャット、プロフィールサイトへの安易な個人情報を記載することの危険性などを子ども向けのソフトを用いて分かりやすく指導をしているところであります。また、従前より県教委の社会教育課が主催する小中学校ネット安心安全講座というものがございますが、それを利用して子どもたちのインターネットトラブルを未然に防ぐための講座を開催し、情報通信企業の講師が児童生徒向け、あるいは教師保護者向けに最新の被害事例や親子のスマホルール、トラブルを避けるためのフィルタリング等の講話をしていただいているところであります。質問はありますか。はい、杉山議員。はい、このインターネットリテラシーというのは、この悪い使い方というか被害を未然に防ぐということと、もう一つはやはり正しくインターネットを活用するということで、インターネットを正しく活用できないと、やはり将来不利なというか、いろいろな不利益を被ることが 今の時代多いということですので、やはり正しく利用するということが必要だと思います。で、あとですね、これはネット利用に関するこうルールを学校で定めているという事例集の中から拾ってみたんですけれども、これ総務省から出しているマナー向上事例集なんですけれども、学校でそういった生徒に自主的に取り組みをさせるしていただくような、そういった、促し、これも必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。はい、答弁願います。教育長。はい、今議員がおっしゃられたように、このインターネットの世界、これから生きていく子どもたちにとっては避けられない、必ずしもマイナスだけじゃないメリットもあるわけで、使いこなしていかなければならないという時代に、なっていくだろうと思います。ただしここから生じる、いろんな問題点等も多く、テレビ等でも報道されるところであり、それに向けては、今おっしゃられたように学校としても子どもたちに向けて事業という形で今現在はやっているわけですが、各学校ごとっていいますか、市全体、教員を中心にしながらも、子どもたち、それから保護者に対してもルール、マナー、それから守るべきこと等は提示していくことがいいのかなとは思っております。はい、再質問ありますか。はい、それでは最後の5件目にお願いいたします。答弁願います。教育長。はい、それでは次に小学校のプログラミング教育必修化への取り組みについてお答えします。伊豆市としても次代を担う子どもたちがこれから社会で活躍できるよう、新学習指導要領に基づきプログラミング教育を通して論理的思考力の育成を行うことが重要だと考えております。
文部科学省では小中学校でのプログラミング教育を推進するため、児童生徒の発達段階に応じたプログラミング学習の事例を収集し、教員向けの指導に役立つ資料を作成しております。伊豆市としてもこうした事例を踏まえ、プログラミング教育を幅広く検討し、教職員への研修等、教職員が適切に指導できるよう支援してまいりたいと考えております。はい、再質問ありますか。はい、杉山議員。はい、今教職員の指導とかいろいろありましたけれども、一つにはやっぱり保護者の意識改革も必要だと思います。その辺と、あとですね、プログラミング教育を行うそもそもの目的、これが IT 人材を、育成するのか、それとも、社会に対応するための必要なものなのか、そういった、基本的な考えはいかがでしょうか。はい、答弁願います。局長。これも議員がまさにおっしゃられたように、 IT 企業に勤めるための勉強ということではなくて、なんか子どもたちから見るともうお掃除ロボットなんかも勝手にやってるようで、それをただ受け入れてるだけだけど、そうではなくて、あの中にはいろんなことの発想で仕組まれて指示をされていてやってる、要するにそういう中身への興味関心が湧くようなという意味での、教育を進めていく。そしてまた教科の中でもプログラミングをしていくのと同じような、算数数学なんかの解き方の中に入れることによって論理的思考力を育てていくということが目的で、 IT で活躍する、子どもたちという段階を育てるということではないと考えております。はい、再質問ありますか。はい、菅山議員。はい、藤枝市ではこの IT 人材を育成するということで、人型ロボットをメーカーから提供を受けてもうすでに始めているそうなんですけれども、人材育成という面とともに、その基本的な論理的思考というか、そういうものを育成する、それで、進めていくことが必要だと思いますので、そういった意味で、教育省のおっしゃったような、取り組みをしていただきたいと思います。以上で質問を終わります。はい、これで杉山誠議員の質問を終了いたします。